はいどうも、ケマイです。今回なんですけども、SF シューター、スクワット51というゲームが面白すぎるという話をしていきたいと思います。まあ、皆さん知ってますって言っても知らないと思います。そのぐらい多分知名度はないと思うんだけど、とにかくね、個人的にはかなり刺さったし、まあ、発売した時点からかなり気になってたんだよね。はい。まあ、そんなゲームを実際に買って、まあ、実際に自分でやってクリアして、まあ、ちょっと今回感想を語りたいなというふうに思います。あのね、めちゃくちゃすごい。すごいです。はい。面白いっていうのはもちろんあるよ。もちろんあるけど、何よりもすごいというね、感想が、まあ、一番最初に出てくるかなというふうに思います。はい。まあ、どんなゲームかっていうと、あのね、50年代の映画調で、どんどん話が進んでいく SF のシューティングゲームなんですよ。まあ、横スクロールシューティングっていう感じのジャンルになってるんだけど、まあ、映像を見てもらえたらわかる通り、白黒なんですよ。これがね、まあ、とんでもない味を出しているのと、あとね、映像の綺麗さっていうところが噛み合って、とんでもないゲームが生まれてしまいましたというね、ところで今回はこんな、スクワット51、こちらの紹介をしていきたいと思います。よかったらね、最後まで見てってくれると嬉しいんで、よろしくお願いします。さあ、というわけでやっていくんですけども、いつも通り、このゲームの概要と良かったところ、悪かったところ、最後にボリュームという話でやっていきたいなというふうに思います。まずはね、このゲームの概要から話していくんですけども、こちらのゲーム、正式名称は、スクワット51 vs フライングソーサースっていうね、タイトルになってるんだけど、長いので、スクワット51という形で呼ばせていただきます。こちらのゲームですね、対応機種としては、現状ではね、Steam でしか配信していないんだけど、これから、PS4、PS5 とかね、普通のコンシューマーの方でも展開される予定ということなんで、もう少ししたら各種ストアに置かれるんじゃないかなと思います。値段は Steam の値段なんだけど、1600円ぐらいで買えたんで、まあ、各種ストアで展開される時も、このぐらいの値段にね、落ち着くんじゃないのかなと思います。そしてまあ、ジャンルとしては、横スクロールシューティングというね、まあ、最近あまりなかなか見ないようなジャンルになってるんだけど、あのね、かなり変わったゲームになっていて、50年代の映画チックの、なんと白黒の、そんな感じで進んでいくゲームとなっています。まあ、結構見せ方としては、カップヘッドとか、そこら辺のゲームに似てるかなと思うんだけど、ただここまでね、白黒を突き詰めていたゲームではないので、まあ、これはこれでかなり特殊なんじゃないかなと思います。そして、結構ね、ストーリー展開もあって、このストーリー部分っていうところがなんと実写で展開されるんですよ。なので、まあ、実写映画を見てるような感覚でシューティングゲームを遊べるという、なんと効率のいいゲームなんでしょうと。というわけで、今作の開発なんですけども、ルーミアーツっていうところがね、ゲームを開発していて、実写部分っていうところを実際のね、なんかこの映像会社のフィオラマフィルムっていうところが作ってるみたいです。なので本当に本格的な映像会社を巻き込んだ映画調の作品となっております。そしてまあ対応のプレイ人数なんですけども、ローカルプレイで2人まで対応できます。なのでまあ友達と一緒にね、横並びで遊ぶっていうのもまた面白いんじゃないかなと思います。という感じで概要は以上なんですけども、どうですか？横で流れているこの映像をご覧になってですね、なんか引くものがないですか？いや、めちゃくちゃ尖っているゲームなんで、この映像で僕はこの初見を見た時にかなり心打たれて、いや、これはちょっとやらなくちゃいけないなと思って、ちょっと焦ってすぐやりました。その結果、最初はバカにしていた。正直、まあ、ネタゲーだろうな、ぐらいに思っていたんだけど、ただね、蓋を開けてみると、めちゃくちゃ、すごかったです。はい。とにかく、すごいなと思わせられる。演出がすごすぎる。という感じで、このゲームのね、良かったところについて話していきたいと思います。まずはやっぱり一つ目として挙げたいのは、世界観がすごいという話なんですよ。まあ、こちらのゲームですね、もう世界観としてはバチバチの SF ゲーとなっているんですけども、ストーリー的に言うと、スクワット51という、まあ、地球の米軍なのかな？が持っている戦闘機を動かす部隊で、そんな奴らがね、宇宙から侵略してくるめちゃくちゃハイテク機器を駆使した宇宙人とバチバチに打ち合うっていう、もう無理難題も押し付けられるっていう、まあそういうゲームなんですよ。なのでまあ基本的には地球 VS 宇宙っていう感じでやっていきます。なのでまあ登場する敵キャラクターはみんなエイリアンとか UFO とか、まあそういったキャラクターが出てくるんですけども、まあとにかくやっぱ特徴として魅力的なのはこの白黒の映像美っていうところ。そしてまあ白黒なんだけど、しっかりね、クオリティ高く
く映像っていうのはあるんですよ。なのでこう白黒だから映像が汚いみたいな、そういった固定観念みたいなのを持っていると完全に打ち砕かれます。ここら辺のね見せ方はすごいと思いましたね。しっかり映像が綺麗っていう感じっていう、この世界観の作り方は多分このゲームにしかできなかったんじゃないのかなと思っていて、めちゃくちゃちょっと評価したいなと思いました。そして二つ目なんだけど、実写パートが普通に面白いという話。まあそうなんですよね、結構このゲーム映画っていうところとゲームっていうところがうまく噛み合ってるんじゃないかなと思っていて、まあそのゲームを作る、ゲームに特化した会社と映画を作る、映画に特化した会社っていうところが手を組んで作っているから、まあ、両者のいいところがめちゃくちゃ出てるんですよ。なのであの実写パートがね、あの戦闘が始まる前にちょいちょい入るんだけど、まあ、そこがめちゃくちゃ面白い。もう僕の大好きなその B 級感みたいなやつをひしひしと味わうことができて、ここのね演出に関してはすごく良かったなと思いますし、まあ話自体はすごくくだらないんですよ。本当に、まあ、地球の戦闘部隊と宇宙の、まあ、宇宙人が戦うっていう、本当にくだらないんだけど、めちゃくちゃストーリー的には分かりやすく、そしてまあ何気先の展開も気になるっていう、まあそんな感じのゲームになっていて、ここもまあすごいなと思いました。そして次なんですけども、なんといってもね、敵が魅力的っていう話なんですよ。これはね、すごかったですね。あの、もちろんね、あの敵ありがちな、そのなんか戦闘機とか UFO とかは、もう当たり前のように出てきます。それ以外にもね、もうなんかとんでもない見たことのないような、このタコ足の敵とか、まあめちゃくちゃでかい宇宙戦艦みたいなやつとか、まああとはなんかもう気持ち悪い、もうほんと気持ち悪いやつも出てきて、とにかくね、ここら辺の敵のね、造形っていうところもね、なかなか痺れましたね。それこそ、まあ昔の特撮系の、まあ作品とかが好きな方であれば、ここら辺もまた楽しめるポイントなんじゃないかなと思います。そして次、ようやくなんですけども、ゲーム性についてなんだけど、ここもしっかり面白かったですね。あの、まあ戦闘機を使ってバチバチにね、敵をこう撃っていくだけの、まあ言うたらただそれだけのシューティングゲームではあるんですけども、まあしっかりとしていた、思った以上にしっかりとしているシューティングゲームを楽しむことができます。で、まあ難易度もね、そこそこあって、あの、前からだけではなく、なんと後ろからも出てくるっていう敵が。しかも後ろに向けて自分は、まあメインの攻撃はできないので、まあどう対処していくかみたいなところで、ちゃんと難易度もあって、しっかり楽しめたんじゃないかなと思います。あとはね、ゲーム性の部分で言うと、あの、機体をカスタマイズしていく要素があって、ここら辺がアンロックされていく、まあその遊びもね、また面白いなというふうに思いましたし、まあミッション前に自分の、まあ機体をいじくるね、画面があるんだけど、まあそこでね、何のアタッチメントつけようかなっていうところも悩むのもまた面白かったですね。さあ、そして最後なんですけども、音楽がめちゃくちゃ良かった。あのね、あの、このゲームのサントラはガチで欲しいなと思ったんで、もしね、この動画をこの開発者が見ていたら、ぜひサントラ出して欲しいなと、あの、要望なんでよろしくお願いします。それぐらい音楽は終始本当に良かった。ずーっと盛り上がる音楽なのと、あとね、あの、スターウォーズとか、あそこら辺の SF 系の、まあ、音楽が好きな人はね、多分これめちゃくちゃ盛り上がるし、ハマるんじゃないかなと思います。本当に音楽に関しては、ちょっと飛び抜けてよかったなと思いますし、かなりお金かけて、その、まあ見えるね、ゲームの部分だけではなく、音楽の部分も凝って作られていたなというふうに思いました。まあ良かったところに関してはこんな感じかなと思っていて、まあとにかくまあ 2D シューティングとなっているんだけど、いろんなところでこの 3D 感みたいなところを味わうことができて、まあそのカメラワークの見せ方みたいなところもすごく上手くて、実際の映像なのかゲームの画面なのかっていうところをまあうやむやにしながら、かなりね没入感上げてくれたのが個人的にはすごく良かったですね。なんか本当に映画を見ている感覚なんだけど、ちゃんとゲームにもなっているし、なんかちょっと新しいものをね、なんかやらせていただいたなという、まあそんな感じがあって、個人的にはめちゃくちゃ楽しめたゲームでした。さあ次なんですけども、悪かったところについて話していこうかと思います。まずはね、1個目なんですけども、視認性が悪いという話。はい、やっぱりシューティングゲームって基本的にはまあ自分の機体をまあ目にねこう焼き付けながら動かしていくわけなんですけども、
じゃあその中で敵の弾っていうところを避けなくてはいけません。でその敵の弾っていうのをどういう風に死ににするかっていうと、一般的なシューティングゲームではだいたいその弾についてる色っていうところで判断すると思うんですよ。ただまあこのゲームね、まあ見ていただいたら分かる通り白黒なんだよね。だから全然敵の弾が見えないんですよ。とにかく視認性が悪くて、まあ自分の機体なのか自分の何なのかもうよく分かんねえぞみたいな状況がひたすら続きます。まあゲームね、終盤の方ではもうだんだん慣れてきはするんだけど、まあ、それでもちょっと視認性が悪くて、まあ、目がまず疲れるなっていうところはありました。一般的なそのシューティングゲームよりもちょっと本当に目を凝らしてみないとよくわからない状況が続くので、まあそういった意味では、まあ、ちょっと辛いものがあるって感じる人もいるんじゃないかなと思います。次なんですけども、難易度が結構高いと思いました。はい、これに関しては別に悪いところではないかなと思っていて、人によってはいいポイントなのかなと思うんだけど、まあ、結構難易度は高いですね。そしてまあボス戦に至ってはなんかどんだけ死なないのみたいな、ありえないぐらい体力持ってるボスとかもいてなんかちょっとこれどうなんだって思う難易度面で、これどうなんだと思う部分も多々あったので、まあそういったちょっとまあゲームのバランス的な部分で荒削りなところはあったのかなと思います。ただまあ別に結構繰り返しやってればクリアできてしまうぐらいの難易度で、別に無理難題を押し付けられてるっていうところまではいかなかったんで、まあ普通になんかクリアできるぐらいの難易度ではあります。ただまあ時折訪れる理不尽感になんなんて思ってしまうところもあるかなと思っているんで、まあそこら辺はね個人差あると思うんだけど、まあ一応悪かったところに置いておきたいと思います。まあ、悪かったところに関してはこんなもんかなと思っていて、まあ実際プレイしている中で、いやここはめちゃくちゃ悪いなって思った部分はあんまりなかったです。とにかくまあ目が疲れるっていうところかな。白黒すぎて視認性が悪すぎてもう瞬きできねえよみたいな、まあそういった状況でゲームをやることになるので、まあまあまあ休憩を置きつつやればね大丈夫かと思うんですけども、そこはね若干気になりましたね。はい、続きまして、ボリュームの話をしていきたいと思うんだけど、まあこのゲーム先ほども言った通り、まあ、大体1600円ぐらいで購入することができるんですよ。なのでまあそこまでのボリュームっていうのは求める必要はないと思うんだけど、まあ、ボリューム自体はそんなに大きくはないです。はい、実際に配信してる中でプレイしたんだけど、その1回の配信中に終わっちゃいました。まあ、ここも結構ね感想に個人差が分かれるところかなと思うんだけど、まあ、全然ねその1600円払って3時間しか遊べねえってふざけんじゃねえよなんていう風には思わなくて、まあ、むしろねここまでなんか要素を凝縮されて、しかもこの若干ね今までなかったような新しい体験をもたらしてくれたっていうところで、まあ、全然この値段相応というか、なんならもっと全然払ってもいいなって思えるぐらいのゲーム内容ではありました。そのぐらいかなりね、まあ、演出面とか映像面とかほんと細部にわたって作られているゲームだったっていうのは多分やればわかるんで、とにかく細かく本当にいろいろ作り込まれているんで、まあ、そういったところを見るのもまた楽しいんで、まあ周回プレイをしても何度も何度もやっぱここすごいなとか新しい発見があったり、あとはその背景の作り込みとかもねかなりすごいんで、ちょっとね全然その1回のボリュームに関してはクリアまでのボリュームに関してはねそんな多くはないんだけど、別の視点でもっともっと楽しんでいけるゲームかなと思いましたし、あとは一応やり込み要素みたいな感じで死なないでどこまでいけるかみたいなモードもあるんで、まあそういったところをひっくるめるともう十分すぎる値段に対してのクオリティとボリューム感だったなというふうには思います。という感じでね、こちらのスクワット51、まあ、レビューしていったわけなんですけども、まあ総評としてはマジでみんなやってほしい。まあ、現状まだ Steam でしか出てないので、まあ、これからね、コンシューマーの方に展開されていくと思うんですけども、まあ、とにかくめちゃくちゃ細かいです。いろいろね、芸が細かいので、やる価値は全然あるんじゃないかなと思います。本当にね、これは心からの僕の希望で、みんなにやってほしい。だからこの、感動というか、この高揚感みたいなのをぜひみんなに味わってほしいなと思います。マジで、このゲームでしか体験できないような体験詰まってるんで、まあぜひぜひ
ちょっとやってみてくださいという感じで、まあ、今回はスクワット51デビューしてみました。よかったらどうぞという感じで終わりたいと思います。この動画最後まで見ちゃいましたよというそこのあなた、ぜひぜひチャンネル登録して応援してくれると嬉しいのでよろしくお願いします。このチャンネル毎日ね、ゲーム関連の最新情報とかおすすめのゲーム紹介とかバシバシ、動画投稿しております。皆さんみたいなゲーマーに登録してもらえるとめちゃくちゃモチベーション上がるんで、ぜひぜひよろしくお願いしますという感じで、最後までご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。